一瞬実家に帰った5日から1週間ぐらい。リフォームの話をねまとめました。自分が想像してた以上だったんだよね。リフォーム番組あるじゃん。だいたいこれぐらいの値段になりましたって一番最後に値段が出てくんの。だからそれぐらいだと思ってたのね。全然そんなことない。建築業者さんとなんかいろいろお話ししたんだけど、壊すお金みたいのもかかるから一から作った方がいいですって。しかも時が経ってる古民家とかって広いんだよね。今とか作られてる一軒家とかよりもだいぶ広いの。これはちなみに最近で言うと通常のお家の2軒分くらいの広さはありますみたいなって言われて、だからもうどうしても何を削減してもやっぱこうなっちゃいますねって言われて、もうスイちゃんはさ、値切れるもんはいくらでも値切りたいからなんとかならないんですか、何にこんなにって言ってたんだけど、どうしてもこれぐらいしかっていうことで、わかりましたということで白犬に壊してもらえば、いやマジ白犬に壊してもらえばよかった。現実は世知辛い。でもうちの家ってそのどうやらなんていうの、世代ごとにリフォームしていってる家だったらしくて、お父さんの代がまだリフォームしてなかったと。簡単なやつはやってたんだけど、お父さんの代でしっかりしたリフォームはしてなかったから、お父さんがやるつもりではあったらしくて、ただその最近のコロコロとかがまあいろいろあって、それでちょっと大変になっちゃってなかなか機会を得られなかったみたいな感じだったらしいんだけど、まあその時にスイちゃんが久しぶりに実家帰って、なんだこの家早くリフォームしてと思って気持ちを固めたがゆえに、スイちゃんがリフォームするってことになって、でそしたらお父さんが自分の代でリフォームしようと思ってたから、ありがたいけどちょっと尺だわっていうことでお外の庭とかはお父さんがその持ってくれるらしいそこは俺のプライドもあるから俺が出すとか言って父町やはり萌えキャラでは萌えキャラかもしれないお父さんはだいたい起きたら新聞を読むんですよ。もうスイちゃんも見慣れてるお父さんといえば新聞を読みながらあの飯食ってるお父ちゃんなんだけど、母町が言うにそのお父ちゃんが最近は新聞じゃなくてもう図面をずっと見ているらしい。いや楽しみにしすぎやろ図面を見るウキウキのパパいや出来上がるのがね楽しみですね、ということで